自動車保険の見直しについて。車を所有している方限定の話にはなりますが、自動車保険の見直しは固定費がぐっと下がるのでおすすめです。見直しポイントとしてはこの3つ。1つ目、保険会社。2つ目、車両保険。3つ目、契約条件。1つ目の保険会社を変えるだけで年間数万円以上の差が出てくることもあるんです。実際に私がそうでした。保険会社を調べ、見積もりをしたり、切り替える手間はありますが、その一手間により年間数万円違ってきますので、固定費削減にとてもおすすめです。車を購入時にそのままディーラー経由で自動車保険に加入している、または最近見直ししていないなという方は、固定費を下げる絶好の機会かもしれません。どうやって調べていいのかわからない、何から始めていいのかわからないといった方のために、無料の一括見積もりサイトを概要欄上部に掲載しておきます。ぜひチェックしてみてください。続いて2つ目の車両保険は、修理代よりも保険料の方が高くつく場合が多いので不要なケースもあるんです。保険は万が一のために備えるものなので、私は車両保険は除外しています。続いて3つ目の契約条件。保険会社を変えたら、次は契約条件を見直しましょう。例えば運転者限定条件や年齢条件などですね。この2つは不要な条件で契約している場合があります。年齢条件や適用される人の範囲は契約者、配偶者、同居の親族のみで、友人や知人は適用外です。もし友人や知人も保障適用対象にしたい場合には、運転者限定条件を指定なしにすれば大丈夫です。そうすると年齢条件は関係なく、何歳の人でも保障されます。保険はとてもややこしく、難しい言葉が多いので、見直しも面倒で諦めてしまいがちですが、保障内容は変わらず、年間の支払い額が数万円違うとなると、とても大きな固定費削減となります。この機会に一度見直してみるのもいいですね。その他様々な生活に役立つ情報を掲載しているブログは概要欄上部に掲載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。ではでは、皆さんいつも高評価やコメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連、様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。